んか、うん、前の話の続きしよっか。いいよ。眉毛の話してたよね。うん、眉毛の話してたね。りんちゃんの眉毛の話、うん、さっきじゃなくて前回してたのは、うん、いろいろな、ま、色を混ぜてその眉毛の色を作ってるって。そう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 、緑が多いよねって話になったよ。絵の具のさ色を混ぜるのってさ、なんか赤と青で紫とかなら分かるけど、でね、紫作れましたってできるけど、うん、その微妙な色をさ、うん、なんかこうやってちょっとずつちょっとずつ混ぜてって、うん、この服の色を作ってるっていうのがすごい。いや結構ね、そのアイシャドウのパレットが発色いいおかげもあって、うん、結構ね混ぜやすいというか、うん、割とね混ぜた色もちゃんと発色してくれる。すごいね。これアイシャドウなんだよね。そう、アイシャドウだね。アイシャドウ眉毛に塗ってんだよ。そう、うん、あのなくて、なんかアイブロウ、ね、眉毛用のさカラーって言ってさ、アイブロウブラなんていうの、 パレット、うん、パレットって言わないよね。なんか三色ぐらい、茶色茶色茶色、そう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 、シャドウ、なんかノーズシャドウみたいな、うん、とか眉毛変えるんだったら私が思いつくのはもうマスカラか。そうだそうだそうだ。でもマスカラもさ結局さ B黄色の部分はどうなの？これね、黄色が難しいんだよ。やっぱさ、うん、肌の色が、うん、やっぱあの日本人はさ、うん、結構黄身というか、うん、確かにね、まあ、ピンク身もあるし、黄身もあるし、うん、でいろんな色してるよね。そう、真っ白じゃないから、うん、黄色の発色分かりづらくてさ、うん、あ、そうなんだよ。でもね、あのベージュのマスカラがあるでしょ、うんうん、あるあるある。まあ何でもいい、ちょっと明るめの眉マスカラでもいいんだけど、うん、それを先に下地に、うん、上からその黄色のアイシャドウを重ねてるの。ん？あ、ん？最初に色を消してというか眉毛の、ね、そう、黒の黒い眉毛を消してんの。なるほど。ベージュとか明るめのマスカラをで、ちょっと黒を落としてその上から黄色のせてる。あ、脱色してるのかと思ってた。そう、違うの。地は黒。違う。そう、真っ黒の。じゃあ私でもできる？できるできる。え、じゃあ今度やりたい、それは。やろっか。実際。うん、うん、やろうやろう。そう、なんか前話してたピンク。あ、今日はこの子までか。本当だ。じゃあ次は私の眉毛の話を。リリが眉毛する話を。バイバイ。だろう。